ルサフィットネススタジオ吉野です。はい、 YouTube ダイエット企画第2弾でございます。今日のチャレンジャーを紹介したいと思います。石井さんです。どうぞよろしくお願いします。なんかきっかけあるんですか？今回はきっかけはちょっと痩せて、うん、彼氏にちょっとプロポーズしようかなと思って。何ヶ月、何年付き合ってますか？3年半ぐらい付き合ってます。もうそうですね、こっちから囲い込みしないとこれ YouTube 流れてバレてもいいんですか？見せないように。あ、バレると思うんですけど何キロ痩せたいんですか？10キロぐらい落としたいです。やっべ、10キロ。なんか2ヶ月で多分5、6キロ落ちれば、うん、痩せすぎなくらいだと思うので、まあ、4、4、5キロ目安でいいんじゃないかなと思うんですけど、大丈夫ですか？はい、はい、食事も大丈夫そうですか？頑張ります。素晴らしい。体脂肪率 28% 公開平均が 18% から 28% なので平均値でちょっと超えてるくらいなので 24% くらい今回目指そうかなと思います。内臓脂肪がちょっと多めなので睡眠時間が短いか夜食ってるかみたいな感じだと思います。運動神経と、なんか多分筋肉痛きやすそうな感じがします足首は思いのほか柔らかかったんですけど多分柔軟性はあるんで筋力が足りないと思います。呼吸止まるので吐きそうになりそうな気がします。頑張っていきます。今のところどんな感じですか？まだ全然大丈夫です。まだまだいける。まだまだもっとじゃあ追い込んでもらいましょう怖いですね、ちょっと。右足ぶっ壊れてますね。で呼吸結構止まる癖があるので呼吸止まらない種目を選んでみました。手に豆できないですよ。女の子向けです。バーベルに結構豆できないですよ。へー、うん、これいいです。最初こうくっついちゃいます。くっついちゃって、で横見て背中が丸まってないか見たいんですよ。まあ、背中見れます。はい、膝曲げて背中今すげえ自信
めっちゃコケ止まるんですよ。だから踏ん張る系の種目を2個やっちゃうと多分入っちゃうんですよ。種目目は踏ん張らせない種目やってウォーミングアップを兼ねて足首動かしました。2個目は1回踏ん張ったので次は踏ん張らない種目に行きます。30秒くらいですよ。30秒から90秒、90秒超えるとちょっと乳酸が抜けすぎちゃうんですよね。見てください、死にかけです。くたばりかけ、足がプルプルしますね。よかったですね。重くしすぎて、いじめすぎですか？と反省。モテると思ったんだけど。いやー、ちょっと重かったですね。重かったです。あの、僕が悪いです。トレーナーで、はい、なんでできないんですかこの重さっていう人結構いるんですけど、はい、頑張れとかっていう人いるんですけど、まあ、単純にトレーナーが重さミスるとかさっきは何キロだったんですか？さっきね、6。なんかそのお客さんの BMI っていうか体格の大きさ見て重さ決めるんですよ。筋力と柔軟性で決めるんですけど、なんかね、いや時間です。私の手が入るくらいで1、はい、肩甲骨寄せたまま、はい、さあ締め張って胸張ったまま、胸張ったまま肘だけ出す。さあ抜けできる、吸ってはい、OK です。10回いけそうですか？大丈夫ですよね。やるじゃん、やれるな、これいけます。で、体重、補給体重が2回か3回連続で1回いかなかったら、はい、もうやめましょう。
けるほど。どうぞ。近いと、はい、超きつく超きつくなります。呼吸して、減なので 55.6kg、はい、いかなかったらどうしましょうか。どうしましょう、今腹筋30回やりました。50回、おー100回。最初は余裕だと思ったんですけど、すごいきつかったです。一番きつかった種目は何ですか。最後の腹筋です。意気込みを教えてください。絶対最後までやり遂げて、5キロから6キロ痩せます。彼氏にプロポーズします。プロポーズする方でいいんですか。する方でいいです。55.6 です、次回ね。はい、頑張ります。じゃあまた来週。